知らないと損。食べ過ぎた後にやることを参戦。マイナス10キロ、綺麗に痩せる。腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは食べ過ぎた後、やっちゃったなんてことないですか？そんな時、落ち込んだり、自分を責めたりしていませんか？でも大丈夫です。食べ過ぎちゃったという後に、やること参戦、具体的にお伝えします。食べ過ぎても体脂肪を溜め込まない方法、ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて、根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性をたくさん増やしたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただきまして、お役立てくださいね。それでは早速参りましょう。知らないと損する、食べ過ぎた後やること3選お伝えします。1、リンゴ酢ドリンクを飲むこと。ポイントは血糖値の急上昇を抑えるためです。なぜかと言いますと、食後にどうしても上がる血糖値の急上昇を抑えることで、脂肪を溜め込みにくくしてくれるからなんです。例えば誰だってね、食べれば血糖値って上がります。しかも食べ過ぎてしまったなんて時はなおさらです。なのでこのタイミングでいかに血糖値の急上昇をいち早く抑えることができるかできないかというのが大事。そのことで結果、脂肪を溜め込んでしまう量を抑えることができるかできないかが変わってきます。そこで今回おすすめなのは、食後にすぐリンゴ酢さゆを1杯飲むこと。作り方は簡単。コップ1杯約 200ml のさゆに対して純リンゴ酢を大さじ1入れて飲むだけ。純リンゴ酢とは、原材料が国産リンゴ果汁 100% のみでできている無添加のもの。これが痩せるリンゴ酢。他にももっとこのリンゴ酢ダイエット法を詳しく知りたい、もしくは持病をお持ちの方は、コメント欄のリンクから別動画をご覧ください。なのでポイントは、食後の血糖値を抑えることが大事。そして2つ目はこちら、食後に重曹水を飲むです。そのポイントは、脂肪の吸収を抑制する効果があるから。重曹水の炭酸ガスが脂肪の蓄積を抑えてくれるんです。おすすめは、食べ過ぎた後すぐ重曹水を1杯飲むこと。例えば重曹水の炭酸ガスって太る原因、脂肪や糖をなんと水溶性食物繊維にくっつけてくれる効果があるんですね。その働きによって脂肪の吸収をグッと抑えてくれるっていうことです。そこでポイント、重曹は必ずこのような食用を選んでください。重曹水の作り方は簡単。コップ1杯1カップ 200ml ぐらいに対して、この重曹の粉を 0.5g 溶かしてさっと飲むだけ。目安の分量は 200ml に対して小さじ4分の1程度で OK。 ちなみにスーパーのお菓子コーナーで私は見つけてきました、この食品用の炭酸重曹なんですけれども、1箱で100円前後でコスパも最高。しかも1箱 50g 入っているので、50÷0.5 イコール、さあ何杯分でしょうか。ものすごくコスパいいですよね。この食用の重曹は1日あたり 3g まで程度の摂取としましょう。他にもこの重曹水のダイエット効果や、もし持病をお持ちの方は、コメント欄のリンクから詳しい別動画ご覧ください。なので重曹水の効果といえば、脂肪の吸収を抑制する効果があるでしたね。では3つ目、こちら、食べ過ぎた後即空腹時間を作るになります。そのポイントはズバリこちら、疲れた内臓をぜひ一旦休ませてあげてほしいんです。その理由は、内臓を食べ過ぎた後休ませてあげることで代謝が上がるんです。例えばね、食べ過ぎだなっていう時は、内臓だって消化にめちゃくちゃ負担がかかってるわけです。例えば果物を消化するためには40分かかると言われています。野菜は3時間、お米やパンなどの炭水化物はなんとこちら8時間から12時間もかかる。さらに上を行くのはこちら、お肉はなんとこちら12時間から36時間もかけてようやく消化できるんです。なのでね、内臓の身になってみてあげてください。
なにあなた食べてさって、今私まだ消化中よって、まだ食べるのとね、そういう気持ちになってます、内臓がね。なので食べ過ぎた後は一旦その消化が落ち着くまで次に食べ物を入れないこと、休ませてあげることがポイント。そうしないとますます食べれば食べるほど消化に負担がかかって代謝が落ちますから、結果太る道にまっしぐら。例えば食べ過ぎたなって、女子会の後家族で食べ放題に行った、いろいろあると思います。その後16時間内臓をせめて休ませてあげてほしいんです。そしてよく失敗する例が、空腹時間明けに最初に食べる食べ物、ここで血糖値が爆上がりするものを食べるから太るんです。ではどうすればいいのっていう詳しいお話は LINE 公式のプレゼント動画から受け取ってくださいね。なのでポイントは、食べ過ぎたらまず内臓を休ませてあげること、そうすれば代謝が上がる。ここまでこの動画を見てくださったあなたは、すでに腸活ダイエットの一歩をもう踏み出していらっしゃいます。この腸活ダイエットで1ヶ月でマイナス3キロを達成した方が多くいらっしゃるんです。腸活ダイエット整体師として、これまで1万人以上の女性の方の心と体のケアをした経験から、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、また頭痛薬や血糖値などのお薬に卒業という方がどんどん出ていらっしゃるんです。では具体的にどんなことをしたらそんな風になれるのということで、こちらこの概要欄ですね、 LINE 公式の動画4本プレゼント中ですので、ぜひこちらから受け取ってください。今すぐ登録してお役立てくださいね。では今回の動画のまとめに入ります。1、これまでお伝えした食べ過ぎた後にやること3選を即実行すること。2、適切な量とタイミングで行うこと。3、持病をお持ちの方は自己判断せずに必ず主治医の先生、医師に相談してくださいね。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになります。ぜひ実際に行ったらこうなったなどなど、おすすめのレシピありましたらコメントくださるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。私の場合は外食など、うわー今日めっちゃ食べるなって分かってる時に、リンゴ酢ドリンクや重曹水を持って出かけているんです。そして食べ過ぎたら即飲んでリセット、食べ過ぎたことをなかったことにしています。